二つ、ジャニーズに舵を切ったスポンサーも、ジャニーズ性加題問題、テレビ業界の対応をご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。5月24日、NHK が初めてゆえ、ジャニー北川氏の性加題問題に言及した、山名博夫メディア総局長が定例会見で、事務所の再発防止策を慎重に見守りながら、紅白。 歌合戦の出場者を先行するにあたっても対応していきたいと述べたのだ。やや厳しめのコメントでした。それも、NHK は国民が払う受信料で成り立つ公共放送だからこそ、テレビ東京の石川一郎社長が、タレントさんの皆さんに問題があるわけではないと考えますので、今後も出演していただく方針ですと発言しているように、民放はのきなみ、タレントに罪はないというスタンスです。 制作会社ディレクター。今年3月に ABBC がジャニー北川氏の性加害の問題を取り上げたドキュメンタリーを放送。その後、週刊文春、市場や日本外国特派員協会の会見で元所属タレントが実名で被害を告白したことで、社会問題化したのは周知の通り。ネット上でもジャニーズ事務所への批判が相次ぎましたが、民放各社が及び腰なのは、 スポンサーと広告代理店に頭が上がらないからです。週刊文春がジャニーズタレントを起用するスポンサー企業116社に行ったアンケートで20社が担当者が不在などと無回答。回答した企業の大半も無難な回答だったのを見てもわかりますが、熱心なファンが多いジャニーズタレントは企業にとって金を生んでくれるありがたい存在。人気のあるうちは起用し続けたいというのが本音でしょう。 広告代理店関係者。テレビ局が性加害報道をスルーしたい事情は他にもある。番組作りの基準となっているコア視聴率、13から49歳男女の視聴率と配信での再生回数に、ジャニーズタレントは貢献してくれるんです。彼らが出演していても、つまらなければバズりませんが、熱心なファンたちは確実に見てくれる。SNS でも拡散してくれる。ありがたい存在ですよ。 正式デビュー前のジャニーズジュニアが引っ張りだこなのは、ゲャラは安いのに、壊し調率や再生回数を稼いでくれるから、キー局プロデューサー。それでも、脱、ジャニーズに舵を切ったスポンサーも出始めていると、全室広告代理店関係者は言う。例えば、池田も反動のかゆみ、虫刺され役の、無比、シリーズ。10年から相葉雅紀、40、21年から平野潮、26。 が CM 出演していましたが、平野の対処に伴い、中川大使25が起用されています。一方、ジャニーズを辞めたことで平野を下ろすスポンサーも出てくると見られましたが、P&G、ファブリーズとボシュロムジャパンのアクアロックス、ワンデイ、UV、シンは起用し続けています。2社とも外資系なので、企業への好転度を優先したのでしょう。スポンサーのジャニーズ離れが進むようなら、 民放の対応も変わるはず。芸能プロも対応を迫られている。性加害問題が社会問題になっている中でジャニーズタレントと共演すれば、性加害を容認していると取られかねない。仕事を選べる立場のタレントなら、事態が落ち着くまでジャニーズとの共演は控えたいところ。芸能プロ幹部。社長や幹部が自ら認めたように、ジャニーズ事務所は存亡の危機にある。フライデー、2023年6月30日号より、 フライデーデジタル。ジャニーズの対応が甘すぎるのは、テレビやスポンサーが守ってくれると考えているためで、本来であれば経営者による会見、被害者への賠償が進められないといけないことが放置されている。つまり被害者への救済が進まないのは、事務所を起用するスポンサーに重い責任があると思う。スポンサーは事務所以外のタレントを積極起用し、無実のタレントは人手不足になる別の事務所に移ることを、 スポンサーは促さないといけない。ジャニーズ事務所のメールでのお問い合わせ窓口は何ヶ月もシステム障害という理由で閉ざされているそうですね。システム障害に何ヶ月も復旧にかかるとは思えませんが、意見を受け取らないという意向なのか、問い合わせが多すぎて、受け付けてもすぐにシステム障害になるのかわかりませんが、国民の意見は手紙でしか受け取れないそうですね。少年への性加害、一件でも大問題なのにね。 タレントには罪がないっていう、正論のような言葉が飛び交ってるけど、ただの言い訳であって、ジャニーズ事務所にお金が流れる構図は1ミリも変わってないです。そこのところわからないはずないのに、これも見て見ぬふりですね。タレントに罪はないと開き直るマスコミ。まずは受け手であるファンの方々の意識を変えてほしい。推しを支援することは、そんなマスコミや巨悪事務所を喜ばせることという認識を持ってもらいたい。 タレントたちの行動も必要だ。みんな事務所を辞めて活動すればよい。結局知ってたけど言い出せなかったタレントも多いでしょう。そんな連中も事務所辞めてからどういう評価を受けるか試してみればよい。今のまま事務所にしがみつくことが解決できる問題も解決できなくしているということを認識してほしい。世界史上類を見ない子供への性犯罪で今なお継続中の可能性すらある組織にスポンサーが作って つまりそのスポンサーは、子供への性犯罪を支援している、支援したいというのと同義です。タレントに罪はないって、いいねんした大人が子供への性犯罪を知りながら黙認してきたという意味で、責任あるでしょ。本来なら警察が介入すべきなのに、なぜ警察動かないのすべき。